アニョンセヨ、ハングルノートの加藤です。今回は2月に韓国旅行に行く方、行こうと思ってる方におすすめの韓国旅行情報を一気にまとめてご紹介したいと思います。2月はどんなところがおすすめなのか、何をしたら韓国旅行を楽しむことができるのか、分かりやすくご紹介したいと思います。今回紹介する内容はこちら。2月の気温やどんな服装がいいのか、2月の航空券やホテル代はいくらぐらいなのか、韓国の旧正月にはお店がやってない？2月のおすすめ韓国グルメ、2月のおすすめスポット、2月のおすすめアクティビティの6つです。まずは気温なんですけど、2月はまだまだ寒い日が多くて、2月上旬の平均最低気温はマイナス5度と、暖かい服装しないと外で観光するのは大変な日が続きますね。でも日中なら5度ぐらいになる日もあったりするので、少しずつ暖かくなる時期でもあります。2月下旬になれば最低気温も0度ぐらいになりますからね、徐々に暖かくはなっていくんですけど、それでもまだマイナスの日もあったりするので、服装はヒートテックを着たり、重ね着をしてダウンジャケットを羽織ったりとか、暖かい格好を必ず持っていきましょう。ただ飲食店だったりショッピングモール、ホテルの部屋などはめちゃくちゃ暖かいので、着込んだままだと汗もかいちゃったりするので、ダウンジャケットを脱いだら暖かい部屋でも過ごしやすい服装になるように心がけるといいかもしれないです。2月の航空券やホテル代も調べてみました。ざっとこんな感じで、まだね、昨年から航空券は全然安くなってなくて、往復でも安くて3万円から4万円以上はしてしまいますね。ずっといつ落ち着くか気にしてチェックはしてたんですけど、なかなかならないですね。サーチャージもあまり下がってないですし、航空券も下がる気配は全くありませんね。韓国人観光客も日本にたくさん訪れてるので、まだまだ当分は航空券はこのぐらいの価格と思った方がいいかもしれないですね。なので航空券は航空会社のキャンペーンなどをチェックして安い時に買うようにしましょう。ホテル代はこんな感じで、僕の感覚的には少し落ち着いたなっていう印象があります。今までは平日でも1万円を超えるホテルが一般的だったんですよ。そこそこのホテルでもね、1万円出さないと泊まれなかったんですけど、1月に調べた時点では平日なら7000円台で泊まれるようなホテルもちらほら見かけました。ただ週末のホテル代は全然下がってなくて、やっぱり1万円から2万円出さないとそこそこいいホテルは泊まれないですね。なので安く泊まりたい方は少し観光地から離れたホテルを選んだりとか、ゲストハウスなどを選ぶといいかもしれないです。今年は2月10日が旧正月になってます。韓国は1月1日も正月であるんですけど、メインは旧正月なんですよ。前後も休みがあって、2月9日から12日まで4連休になってます。この期間はお店は営業してないってネットとか韓国現地の方も言ったりしてるんですけど、韓国旅行に何度も行ってる僕の印象はちょっと違います。確かに旧正月はお店が休みのところも多いんですけど、旧正月当日のお昼頃から人は街中でちらほら見かけますし、夜は普通に営業してるお店も結構あるんですよ。個人店のカフェや飲食店、あと超有名な人気店などはお休みのところも多かったりするんですけど、チェーン店などは営業してるお店が結構あります。なので選ばなければ食事に困ることは全然ありません。韓国グルメは全然楽しむことができてしまいます。他にも有名観光地は営業してるところも結構あって、 Nソウルタワーやロッテワールドなどは旧正月でも全然営業してます。観光に困りそうだなって思ってる方はそれらの場所に行って遊ぶといいと思います。クルクなら Nソウルタワーやロッテワールドの入場券がお得に購入できたりするので、それらを楽しみたいという方はぜひクルックで購入を検討してみてください。そしてこの期間に韓国旅行に行かれる方は新年の挨拶も覚えておきましょう。セヘポンマリパセヨって言えば韓国の方も新年の挨拶を返してくれますよ。2月の韓国のおすすめグルメはやっぱりチゲなどがいいと思いますね。寒い冬を温めてくれる鍋料理が美味しいですし、やっぱり韓国の本場のチゲって食べたいじゃないですか。
おすすめはやっぱりこちらですね。ウンジュジョンっていう有名な市場、カンジャンシジャンの近くにあって、美味しいサムギョプサルとキムチチゲを食べることができちゃいます。動画でも紹介しているので、気になった方はぜひこちらの動画もご覧ください。一人でも食べに行きやすいキムチチゲはフルタリシクタンっていうお店に行くといいですね。ここは旧正月当日以外でしたら営業しているので、ここに食べに行くのもおすすめです。他にも2月はイチゴが旬なので、イチゴのデザートなどが多くのお店で食べることができるようになってます。韓国のスターバックスならイチゴの新メニューも出たりしているので、ぜひ韓国旅行に行かれた際は立ち寄ってみてください。2月のおすすめスポットはシチョンにある屋外スケート場ですね。こちらは2月11日まで営業しているので、スケートを楽しむのもいいですし、トゥクソムハンガン公園なら雪そり遊びも楽しむことができちゃいます。ただここも2月12日までなので、2月上旬に遊びに行かれる方は行ってみるといいですね。2月のアクティビティはまだまだ外は寒いので、室内で楽しめるものを紹介しますね。やっぱりロッテワールドは外せないですね。ロッテワールドは韓国最大の屋内遊園地としても有名で、寒い冬でも思う存分遊べるようになってます。2月は韓国の卒業シーズンでもあったりするので、最後の思い出に制服デートをされている方も多く見かけると思います。皆さんも卒業生に混じって一緒に制服を着てロッテワールドを楽しんでみるのはいかがでしょうか。他にもロッテワールドがおすすめな理由があって、ロッテワールドの外に出なくてもそのままショッピングや韓国グルメを楽しむことができちゃうんです。コムグクシチップっていうもちもちの手作り麺に餃子などが入った寄せ鍋を楽しめる有名店があるんですけど、これもロッテワールドの近くで外に出ずにお店まで行くことができちゃいます。ロッテワールド周辺の情報はチャムシル完全版という動画でも紹介しているので、ぜひこちらの動画も見てみてください。他にも何度も韓国旅行に行かれてる視聴者様が、最近ナンタを見に行ったらしいんですけど、あんなにもすごいものが見れるとは思わなかったと驚いてらっしゃいました。僕も母を韓国旅行に連れて行った時に一緒に見に行ったんですけど、めちゃくちゃ面白かったですよ。本当におすすめなので、ナンタはぜひ皆さん見に行ってみてください。他にも視聴者様が教えてくれたんですけど、スウォンに新しいスターフィールドという大型ショッピングモールがオープンしたので、そちらに遊びに行くのもいいかもしれませんね。ソウルからもそんなに遠くはないんですよ。いかがでしたでしょうか。2月の韓国旅行も楽しめるイベントや韓国グルメがたくさんあるので、ぜひ紹介した情報を参考に韓国旅行のプランを考えてみてください。今回紹介した N ソウルタワーやロッテワールド、ナンタにコングクシチップっていう韓国グルメまで、なんとクルックでお得に購入が可能なんです。さらに今回は交渉を重ねてクーポンまで用意していただくことができました。本当に感謝です。これは韓国旅行商品限定で新しいクーポンです。ぜひこのクーポンや500円オフクーポン、 5% オフクーポンがありますので、これらを使ってお得に韓国旅行を楽しんでください。最後まで見ていただきありがとうございました。ハングルノンと加藤でした。こういった形で韓国旅行のお得な情報や役に立つ情報をどんどん紹介していきたいと思っておりますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ハングルノートは他にもブログやSNS もやってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。